いっくん TV をご覧の皆様いらっしゃいませ伊藤一郎です今回はですね <laughs> 昨年出しましたこの「ちょっとずつマイペース」ね私出したんですけれども前書きみたいな部分をちょっとあの朗読させていただこうかなと思いますぜひお付き合いください「ちょっとずつマイペース伊藤一郎」。 はじめに1996年の夏思いがけないデビューを果たして以来23年間 ELT エブリリトルシングのギタリストとしてギターを弾いてきたここ数年は音楽活動に加えてテレビのバラエティ番組に呼んでもらうことも増えた言われるがまま 旅に出たり食レポをしたりシルクハットにギヤギヤ光る衣装を着て街を歩いたりいろんな仕事をしているうちに二回りほども年下の若い子から「伊藤さんギター弾けるんすね」なんて聞かれることも出てきたそんな時には「結構うまいっしょ」と答えているが20年前の僕もまさか。 自分がバラエティー番組で見る人と認識される日が来るとは思っていなかった人生とはわからないものだ2019年現在 LINE も Facebook も Twitter もやってないその他一切の SNS もやってない既読スルーできる気がしない何か興味があることを調べる時以外ね サーフィンもしない不便じゃないですかよく生きていけますね。と言われるけれど全然大丈夫。そんな僕を人はマイペースという。大きな声を出すのを聞いたことがないとかドッキリでひどい目にあっても怒らないとかいろんな話も相まってすっかりマイペースな人というイメージが。 浸透したそしてとうとうこのご時世どうしたらそんなにマイペースでいられるのかマイペースでいると何が起こるのかについて本を書くことになった僕はたまたま音楽の世界で働いているが多くの人と同様会社員だ言うなればミュージシャン界の中間管理職である 会社からまず結果を求められるし、部下に怒っている人を見て、あの仕事は僕にはできないなぁと思ったり、後輩に相談されてどう答えようか悩んでり、自分が失敗して落ち込んだのをどう持ち直そうか考えたりする。僕の話がどんな風に人の役に立つかわからないが、たまたまデビューして、 2年で終わると思っていた音楽やその他の仕事をありがたいことに20年以上も続けながら考えたことや感じたことをつらつら書いてみることにする。たまたまとかなんとなくとかそんな話が多いはずだ。でももしかするとたまたまとかなんとなくを悪いと思わず。 むしろ積極的に受け入れてきたことが今を作ったような気もする同世代の皆さん僕よりずっと若い皆さんもしかすると先輩の皆さんもこの本を忙しい毎日のちょっとした気分転換にしてもらえたら嬉しいです2019年夏暑いですね夏バテに気をつけましょう 伊藤一郎ねこんな前書きというか始まりの本なんですけれどももうちょっとだけ読ませてもらえますかねじゃあ、えー、この「パラパラと」と、はい、この第三章「ギャップとかショックとか、えー、違うことは楽しいこと」っていう章があるんですけどああじゃあこれ。 ライスに卵と砂糖をかけた日米軍基地の町横須賀で育ったからそこそこ異文化慣れしていると思うしかしそんな僕でもえとなったことはある小学校4年生頃だっただろうか基地内に住む友達の家に行った時のことだ ご飯の時間その家のお母さんがお米を炊いてくれた他の子たちはパンやビスケットなのにわざわざ日本人の僕のためにだけ慣れない日本食を用意してくれたのだだから文句を言ってはいけないのだがそれは僕らが見慣れたほかほかの真っ白なご飯ではなくタイ米のようななんとなく独特の米だった その段階でちょっと違うかなとは感じたが本当に驚いたのはその後。日本人はライスに生卵をかけるんでしょ?と」うとお母さんは卵を割ったそれをご飯にかけ何かの容器に取り出して砂糖を大さじ3杯ぐらいどっさりかけたのだ。 こり笑って、はいどうぞと差し出されしばし応戦いやそこはソイソースとは言えなかったそっかアメリカ人はシリアルに砂糖かけるもんなだからここも砂糖だと考えてくれたんだなと思ったお礼を言いもさもさした大米らしきものをかき混ぜて 校内でジャリジャリする砂糖の感触を味わった噛んでいるうちに旗と思った結構おいしいじゃん考えてみたら卵と砂糖は合わないはずがない甘い卵焼きはおいしいしお菓子だって大抵卵と砂糖が入っている 子供だからそんなことまでは分からなかったがまあ卵焼きの味かもくらいは思った気がするそれにしても大さじ3杯はないだろうやりすぎだでもそこはアメリカ人何しろ普段めちゃくちゃ甘いコーラやジュースをガロンで飲んでいる人たちなのだでも ちょっと待て、果たして人のことが言えるだろうか日本人がすき焼きに入れる砂糖の量あれも尋常ではないと思いませんかお座敷で中井さんが作ってくれるようなちゃんとしたすき焼き店で割り下の製造工程を見ていたら圧倒されたさら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 とすごい量の砂糖が入るではないか まさに「自国内スカルチャーショック」いまだにわからないあの量が果たして必要なのか。個人的にはすき焼きにしなくていい焼きだけでいい。と思うが最近すき焼きは日本人に愛されるのみだならず外国人観光客にも大人気なのだそうだ。 カルチャーショックは中にも外にもあるのである。というね感じなんですけどこういうエッセイ的な内容たくさん入ってますがまあ軽い冗談みたいなセンテンス中に真め目なセンテンスも織り込まれております。今日はですねこのちょっとずつマイペース 角、えー、川さんより発売されておりますこれをね是非ねこの続きが気になってきたと思いますで <laughs> 宣伝か <laughs> 気になった方は是非見て読んでいただきたいと思います今日はありがとうございました 出してたんですねごね。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。